今回はアケボノゾウの骨格標本が目立つ狭山市立博物館に来ました。アケボノゾウの化石発掘は1975年に狭山市の笹川ダム上流の入間川左岸で臼歯などが発見されたことに始まります。頭部を除くほぼ完全な全身骨格が発見されたのは狭山市西のものが全国初だそうです。発見された骨格化石のうち74点のうち3点を狭山市立博物館が保有しています。待って、化石層この辺が化石層でしょ、だっけ、で、あと下行くないよ、発見された化石の地質年代は新生代第四紀行新世で、地層名は武士層です。武士層では植物、ミマ以外の化石も産出しています。あれ琥珀じゃないだろ、琥珀なりかけのコパールってなんだよね。あの琥珀ってのは年月かかないとダメじゃん、年月浅いくまだこれコパールじゃないかな。これがアケボノゾウの骨格標本です。アケボノゾウは約250万年前から70万年前に生息していたそうで、体長は 1.5 から2メートル、体重は2から3トンに推定されています。世界では化石が発見されていないため日本固有種だとされてます。日本だけと聞くと胸が躍ります。今回は以上です。動画が良かったらチャンネル登録をよろしくお願いします。